よくこう取ってきてっていうような道具について説明します。まあここにあるのは消毛摂氏、要はまつげを抜くための摂氏なんで、ちょっとあのまつげ抜きたいなっていう時にあの使います。でこっちはスプリング銭湯とか胸郭膜銭湯って言いますけれども、まあ糸を切ったりする時に使うもんです。こっちは回転器、まぶたを広げるために使うもんですね。でこの無って書いたのと有って書いたのは無効摂氏と有効摂氏、あのつまむものなんですけど、無効摂氏の場合は甲、つまり鍵がついていないので柔らかいものをつかむとき、例えば結膜とかそういうものをつかむときに使うもんです。有効摂氏の場合は硬いものをしっかりとつかみたいときですね。例えば石ができてて、その石を結膜結石をしっかりと取りたいとか、角膜に異物が入っててそれをしっかりつかみたいとか、そういうときは有効摂氏を使うってことなんで、まあ無効と有効で、まあそういう使い分けがあるっていうことを覚えておいてください。